ヌルディン・ファラーは、ソマリアの代表的な小説家、ダロットのオガデン族、バイドアにて、商人の家庭の4、男として生まれる、母親は詩人であった。姉のバスラは、栄養士、ユニセフ職員で、2014年1月に、アフガニスタンのカブール市内のレストランで、タリバンのテロを受け死亡した。エチオピアのオガデン地方ケラフォの学校にて、英語、アラビア語、 アムハラ語を学ぶ。1963年に徴兵され、エチオピアとの国境紛争に参加。初期に母国語のソマリ語で短編小説を発表後、インドのパンジャーブ大学留学中に執筆した曲がったバラボ骨からでデビューし、英語での執筆を開始した。母国のソマリアが1973年にラテン文字を採用し、数年間で 多くのソマリー人作家が本を出版し、それらは広範な成功を達成したが、ファラーの作品は、同年発禁処分となり亡命。アメリカ、ドイツ、イタリア、スウェーデン、スーダン、インド、ナイジェリアなどの大学で文学を講義した。ファラーの作品は、個人、家族、国家の三つの視点から模索するアイデンティティが重要なテーマになっており、 剥き出しの針などいくつかの小説は重要な文学的異行とみなされ、1998年にノイ・シュタット国際文学賞を受賞した。第60回ベルリン国際映画祭では審査員を務めた。ありがとうございます。